皆さんこんにちは。ついに着きました。ここは和歌山県、一番和歌山でも都会の場所に来ております。夕暮れ時、まあちょうど5時半を回って、これから丸の時間が始まるかなっていう、そういう時間にでございます。リハーサルも無事に終わりまして、これから超生を撮ろうということで外に出てきたわけですけど、見てください、この安っねえ、本当に原宿クロコダイルの近所の駐車場と何倍違うんだろうっていうぐらい。はい、でも和歌山の皆さん、今日たくさんこのライブハウスにお集まりいただけるみたいで、大変ワクワクしております。じゃあ今日ちょっとこの、ここはライブハウスなんですけどね、オールドタイムって言います。オールドタイム、まあ、あ、オールドタイム、ちょっとライブハウスの中を覗いてみましょう。はい、今ちょうど、あ、これですね、本日の演目でございます。はい、いろんな人が出てますですね。はい、よいしょ、こんな感じなんですよ。今日は、物販コーナーもビシッと並んでおります。はい、そして店内の様子、さあ今日はどんなライブになるんでしょうか、ね、日本全国いろんなところにいろんなライブハウスがあります。そして今日も誰がどこかでパイプラインを引いてるんでしょうか。それでは、ということで、あ、ね、すごく大きなミキサーがあります。ちょうど会場前の混乱でございます。今でだいたい28度ぐらいあるのかな。暑いです。さあ、ということでございまして、今日のレポートはこの辺で。早い。今日は朝一から新幹線で参りましたけどもね、新大阪からはレンタカー借りて、乗ってきております。1時間半ぐらいですね、かかって、ちょっと昼で混んでたんでね。で、今日はライブが終わったら、このまま大阪まで走りまして、大阪のホテルに泊まります。で、明日は大阪のパン工場っていう、大きなね200人ぐらい入るホールなんで、楽しみにしております。ということで、この、ちょっとのどかな和歌山の街から皆さんチョコ生お届けしました。では素敵な週末をお過ごしくださいね。来週は北関東宇都宮から、さらに北上して郡山に行くということで、同じようにチョコ生もどこからかのレポートで、お送りしたい、あ、宇都宮だね、蝶々が飛んでます。はい、宇都宮からお送りしたいと思います。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。さようなら。